ドリスイエ、1977年9月19日隊は、台湾イラン県出身の女性ミュージシャン。ブラックメタルバンド、ラク楽団の後一点メンバーで、バンドリーダーとベーシストを務める。同ボーカルで、時代力量所属立法委員の林明さんの夫人。芸名としてのドリスのほモ桃楽位と、そこから派生した、アモモのニックネームがある。1977年。 ギライ・ケンラ・トーチンで出生。幼い頃は三人姉妹で J-POP をよく聴き、少年隊、坂井の子、斉斎藤幸などのファンだった。台湾電子講師の創設した第四大楽団で、父がベーシストだった影響を受け、幼少の頃からベースのほか、バレエ、ピアノを学ぶ。十四歳児の二千一年に、ボーカルのフレディと正式に結婚。バンド活動での借金もあり、 挙式は2004年だった。2017年2月にジョディを出産、カズメの母となった。楽曲や受賞などのディスコグラフィについてはソニックを参照。ソニックではベーシストを務めるソニック加入前中学卒業後は、国立台北商業専科学校の五選部に進学、学長を説得して音楽サークルを設立。自分の声が好きではなかったことからボーカルを避け、 キーボードもやる気にならずベースを選んだ。父親は当時ドリスはバンドには合わないと思っていて成人すれば普通の勤め人になると考えており父にとって娘がブラックメタルのベーシストになることなど予想外だったろう。と述べている。台北商船時代のバンドサークルでは自身のステージネームをジェニーと名乗っていたがその後アイルランドのロックバンドクランベリーズでボーカルを 務めるドロレスオリオ団のファンになったことから、現在のドリスに改名している。サークルの部室の確保さえ、ままならず、校内の礼拝堂に近い一室を気に入ったが、すでに使用されていたためそこの主だった合唱部との競技で曲がりすることになった。ライブを開いたり、ビデオを見せて、新入生を勧誘し、校内で CD を売って、部費を稼いでいた。 1995年から台北で始まったインディーズ系の野外フェスの大会賞にサークルメンバーと共に参加、オーガナイザーも務めている。高専卒業後、進学するか、先に就職するかの選択を迫られたドリスは記者になろうとして、国立政治大学への進学を目指したが、成績上の事情で、国立中高大学法商学院、公共行政系を選んでいる。 ソニック加入後大学では、先輩の林明里と知り合い、4年時の1999年にベーシストとしてソニック加入を果たす。数年でブラックメタル界を席巻し、ドリスも実力派かつ、セクシーベーシストとして認知されるようになる。2008年にはバンドのリーダーに選ばれた。自らの音楽活動のほか、上記の通り高校時代から、 ロックフェスのオーガナイザーを長く務め、2016年には日本での台湾カルチャーの祭典、台湾ダフル座長として後輩を支えた。機材はかつてはアイバニーズ、その後は日本の ESP で、両社からドリスのシグネチャーモデルも発売されている。2010年の台湾映画、目涙に微量性試薬で出演している。2017年のコメディ映画、小組で、 ソニックメンバーと共に本人役として出演、すでに出産前に近い体型に戻っており、話題となった。世界各国で多数の音楽雑誌、大衆娯楽雑誌の表紙を飾ったほか、ミュージシャンとして、または女性として各種ランキングで上位に選ばれている。世界的な男性雑誌、FHM では中文国際版の表紙を飾り、イギリス、オーストラリア、ドイツ、 メキシコなど、計8カ国で記事が掲載され、台湾の芸能人では、最多記録となっている。英国の音楽雑誌、テロライザーの読者投票で、ベストベーシスト2位に、米国の音楽雑誌、リボルバーで、史上最もセクシーなヘビメタルアーティストに選ばれたり、ポーランドの音楽雑誌、テレス・ロックの最も美しい女性で、首位となった。日本でも、 東京の外国人向けフリーマガジン、メトロポリスの表紙を飾ったり、ロック雑誌、バーン、で最優秀ベーシストの3位に選出されている。2014年、サマーソニック出演を控えて、水着姿のポスターを披露した。2015年、台湾国内のネット上のコメントを解析する、調査機関、ベイリーバの国内10代美女、ロックミュージシャンで圧倒的な1位にランクインした。 林明し代々さと書かれたタスキを着用して、夫、フレディの選挙活動に同伴するドリス。2016年1月、フレディが立法委員選挙の候補者だった時は地味な外選活動にも参加して、夫の当選を後押しした。当選後は、ミュージシャン同士としての共同生活が一変、夫婦別々の仕事に就くことになったため、このような状況は10年来で初めてで、 なれるように適応中。と述べている。2019年3月のインタビューでは、立法委員、林明さんの妻としては、夫の立法委員再選を望んでいない。とする一方、バンドリーダーの立場としては、政治家継続を望んでいる。と語るなど複雑な境中を明かしている。これについては、多くの外国のミュージシャンたちに、ソニックの音楽は、台湾の歴史そのもので、フレティには、 台湾人の魂があるから、もし政治的メッセージの発信を継続できるなら、これほど素晴らしいことはないという反応を示されたことを理由としている。2019年8月、夫のフレディが時代力量を離党し、時期立法院選挙を無所属で戦うことを表明した際は、これまで同理夫の政治活動を支えることと、蔡英文支持を改めて表明した。 2016年1月、トゥワイスの通移が中国からのバッシングで謝罪させられた。事件では騒動の発端となったキアスではなく、中国政府を激しく非難した。和平記念日を控えた2016年2月末、国立政治大学で学生が犠牲者の誕生日を書いた文章を校内の紹介席像に貼り付けたが、警備担当者が排除したことを理由に、学校側を非難している。 同年6月、当時の行政委員長だった林明が中華台北は中華民国であると発言した際には自分は海外公演で台湾出身であることは外国人は理解しており罵倒してくるのは中国人だけと反発している。2018年中華民国統一地方選挙期間中は高尾市で韓国有の対立候補だった。 民主進歩党の陳祖の進む支持を表明していた。2019年7月、香港民主化デモの様子に心を痛め、総統選挙では、蔡英文に投票すると表明している。2007年、米国セントルイスの在米華強と面会し、本土意識や独立意識が高まったという。2014年に出版した辞典では、北欧ツアージに泥酔した。 スウェーデンのミュージシャンによる変態行為に辟役した話などを盛り込んでいる。2015年、貫通罪の廃止に賛成意見を表明していた2016年春の訪日旅行中に、湯布院で熊本地震に遭遇し、ホテルの屋外に浴衣姿のまま避難し一夜を過ごした。議員活動中だった夫フレディとは一時連絡が取れなくなったものの、被害はなかった。 妊娠中は、大教として、娘に、台湾語を聞かせていた。一歳になった長女のあまりの可愛さに、夫のフレディアその父が、大物女優と同盟の林司令に改名しようと、言い出したことを暴露している。ありがとうございます。